皆さんこんにちは、橋本でございます。少し前の動画でちょっとそこまでお出かけメイクっていうテーマでやったんですけど、私のちょっとそこまでと皆様のちょっとそこまでのご認識が全く違いまして、本当に申し訳ございませんでした。でですね、みんなで話し合った結果、5分でできる橋本ちゃんメイク、10分でできる橋本ちゃんメイク、10分でできるメイクっていう感じで分数に分けてやっていきたいと思います。まず最初は5分バージョンからいこうかなと思ってまして、何パターンか撮ります。コンシーラーだけでベースをね仕上げるパターンとか、アイメイクに集中するパターンとか、いやいやベースをしっかりちゃんとカバーしたいんですよっていうパターンとか、いろいろ撮っていきたいと思いますね。これはですね、ベースをコンシーラーだけで仕上げたっていうパターンでございます。5分バージョンです。この後流しますので、アフレコでご案内しております。ではどうぞ。はい、では始めていきます。この背景がちょっとピンクになってるのが測ってない時間帯です。イメトレしてますね、これ今一生懸命イメトレしてます。大丈夫かなって。で5分ね、これ今から測りますよっていうもので、はい、スタート。ここからスタートでございます。ちゃんと準備してるつもりなんですけど、途中でいろいろ物探したりするので、そこは省きますね、時間を。まずこれディオールのコンシーラーでございます。下まぶた全体的にと上まぶたちょんちょんとつけまして、スポンジで広範囲に広げていきます。ディオールのコンシーラーはもうファンデーションですかっていうぐらいの伸びが良くてたっぷりつくので、このコンシーラーを、はい、目の周り全体につけていきまして、そしてそれでもまだ目の下黒いので、私いつものナーズのコンシーラーを使いまして、オレンジで茶グマをカバーしております。はい、でトントンしていきますね。これ5分測ったんですけど、結構余った感じでした。細かいシミとかはカバーできないんですけれども、残ってるファンデーションをわーっと全体的につけてますね。そして次がちょっと手こずってますね。今ピッて押しました。これちょっと今ここタイム数えてないです。はい、オンです。フェイスパウダーですね。はい、キャンメイクのフェイスパウダー使ってます。目の周りしっかりとつけて、毛穴が気になるところもふわっとのせてますね。そしてなんだ次、アイシャドウ、はい、無難なオレンジブラウンをつけております。さっさっさーと、これはチャコットのアイシャドウでございます。そしてビューラーします。これ完全ノーカットで皆さんお伝えしてますので、からの、あ、また探してる、ごめんなさい、ここは測っておりません、止めてます。準備したのに悩んでます。大丈夫か。よーい、スタート。で、あ、濃い締め色を入れておりますね。あ、アイライン側にちょっと入れてますね、これはちょっとだけ。そしてマスカラをつけます。ディオールのマスカラですね。濃い茶色です。そして、あ、パウダーでまずなんとなくの眉毛の輪郭を取りまして、これアディクションの筆ですね。そうです。そして左右なんとなく輪郭を取って、この後多分ペンシルで決めてると思います。眉山から眉尻とかを決めてると思います。眉毛はね、やっぱりちょっと真剣に、あ、また悩んでる、ごめんなさい。どこ行った、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 どれどれ、ポリ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 、どれ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 、これね、だいぶ焦ってます。ちゃんと準備したはずやのにって思ってます。せーの、はい。で
そうペンシルでシャッシャッシャッと眉毛の、ま、真ん中中央から眉尻にかけてはペンシルでシャッシャッシャッと描いてます。眉毛はまあまあ時間かけちゃったかな、私眉毛薄いので。はい、そしたら次はアイラインね、目尻だけ、ウズのアイライン、ブラウンです。目尻だけ引いております。そしてあ、セダーヌですね、グロウカラー何だっけ、ど忘れした。しっかりパウダー打ってないのでウェットタイプのチークつけてリップつけております。なかなかね、あのファンデーション塗らずに薄くパウダーだけ、お粉だけつけてもいい感じのツヤが残るので私は好きなんですけどね。なんか探してる、うん、ちょっと足したかったんやな、時間があったから足しとる。これで、目頭ちょっと白いパール入れてるな、これアクセントに欲しかったね。で鏡反対や焦ってる、おうてる。これ皆さん他のところ折ってもらっても大丈夫ですからね。そしてもう一回、私は目パッチリさせたいのでもう一回ビューラーでまつげを上げております。そろそろ5分なんですよねこれで。これ間違えた焦ってる、ちょっともうアクセント入れておりますね。でそろそろ5分ですっていう感じでございます。はい、続きましてベースしっかりバージョンやっていきたいと思います。クマもシミも隠したいわっていう人はこちらを参考にしていただけたらと思います。ではスタート。まずはリキッドファンデーションをしっかりと塗っていきます。メイベリンのね、最近出たリキッドファンデーションでございます。スポンジでトン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 と、まず両頬で目の周りとおでこと上がっていきますね。半眼ずつつけていきます。目の周りはこの時点ではそんなにたっぷりつけなくて大丈夫です。なんせ頬にたっぷり足してその残りを目の周りとかおでこにつけていくと思ってください。でまたスポンジの中に含まれているファンデーションで口の周りとか鼻とかも薄くつけていきます。お顔周りはぼかす。はい、で次がどうする。おおこれ今止めてます、タイマー止めてます。え、どうやったっけって今すいません、ちゃんと準備はしてるはずなんですが、コンシーラーはやっぱりエトボスかなと思ってエトボス今選んでると思います。よし、トントンブラシ使って目の下のクマはオレンジっぽいコンシーラーをのせます。そしてベースの色、もうちょっと肌色のコンシーラーをその周りにのせます。でシミも一緒に隠します。で次が重要で、スポンジで押さえてください。皆さんこのまま行っちゃうと多分すぐ寄れると思います、はい、どうかしら。そしてパウダーですね。今ね、つくしんぼブラシちょっと出張中なんですよ。ブラシのサンプルとして貸し出しててブラシ作るので、なので今日はそれの代替えです。なのでいつもよりちょっとでかいんですけど、これでバフバフとつけていっております。プレストパウダーの方がね、早く簡単に仕上がりますのでプレストパウダーにしました。
そしてまず顔色作ってますね。これは今日はアイシャドウをそこまでしっかりつけないので、まず顔色、色を入れて、で次アイシャドウを少しだけ、眉毛でした。まずブラシでシャッシャッシャと、ブラシとパウダーで描いていってますね。救急車の音すいませんからのペンシルを持って1本ずつ眉山から眉尻行って、で眉頭の方に1本ずつ生えてるように埋めていっております。反対側もね、同じように。なんかどうもやっぱりパウダーだけだと 私はですね、ぼやっとするので、特に眉山から眉尻側はペンシルでしっかり決めますね。はい。そして、焦ってる。ちょっとまた止めました。どうやったかいな。色に迷ってますね、これね。ぼかす。はい。ぼかして、はい、まずあのね、そうビューラーでまつげ上げるんですよね。まずこれやるとのせにくいという方もいるんですが、この方がなんかどこにアイシャドウ、どこにアイラインのせていいかっていうのが分かりやすいので、まずビューラーで上げて、これは指でアイシャドウをつけてます。さささっと、でゆっくりしっかりアイラインを引いてる時間っていうのがあんまりないので、あのスティックアイシャドウですね、これをアイライン代わり、ぼかし代わり、締め色代わりに入れてます。でキラキラつけたい、キラキラつけてますこれ。アイシャドウあんまりせえへんって言ったのに、まあしてるけど、でもこれぐらいはちょっとおしゃれに切らんと。でマスカラ、ブラウンのマスカラをつけて、そろそろ5分なんですよね。あと30秒ぐらいで5分かな。でリップはあのちょっと色味のある、あの粘膜色に近いような、でも色味があるローズっぽい色を選びました。あ、やっぱりあげる、まつげあげる。でこれで一応終わりなんですが、やっぱり眉毛気になってるんですよね。眉毛もう一回ちょっとやりたいっていう欲が出まして、眉毛修正中でございます。こっちの眉頭がねうまくいかなかったんですよね。でそろそろ5分の音が鳴ります。はい、鳴りました。5分でございます。いかがでございましたでしょうか。よかったら参考にしてみてくださいませ。ありがとうございました。